服部半蔵は、伊賀忍者一族の頭目として名高く、強力な徳川家の中心として、数多くの戦いや戦役で重要な役割を果たし、その支配力の台頭に貢献しました。彼は危険な戦場を駆け抜け、スパイ活動とゲリラ戦における比類のない専門知識を駆使して勝利を収めました。服部の功績には、暗殺計画から主君を守ることに成功したこと、手強い敵に対して決定的な勝利をもたらしたこと、スパイと情報提供者のネットワークを確立したことが含まれます。服部の揺るぎない忠誠心、比類のないスキルは、武士の伝説の中で最も尊敬される人物の一人として不滅の地位を築いています。